どうだい、シャーロック。嬉しかったよ。そう。どん。えん。ど。どう？あよ。あの。もう夕方、机上での捜査がずっと続いてる。他に何か手がかりが。少し休んだ方がいい。先生。ぶっ通しじゃないか。ほとんど休憩も取らないで。いえ、もうすぐパーティーが始まる時間。それまでに解決の糸口くらい見つけないと。シャーロック。うーい。こちらサクちゃんすけど。え？まあ、そんなとこ。はいはい。了解しましたよっと。やばい。ケイシがすぐ戻れって。それって、まさか。バレちゃった。データの持ち出し。ケイシ怒ってた？多分。ジーフォー！全員撤収よ！撤収！撤収！あ、ココロさん待って！場所を貸してくれてありがとう。世話になったね。なんでバレたかなぁ。一気に静かになっちゃいました。それじゃ、僕らはパーティーの準備に入ろうよ。うん、教官。操作は一旦打ち切っても？ああ、もちろん。みんな、かなり頑張った。少しの間だけど、怪盗帝国のことは忘れて、楽しんできた方がいいと思う。わかったかな、シャーロック？あ、はい。小林の用事は？え、まあ、もう少し後なんだ。では、戸締まりよろしくお願いします。ああ、わかった。行ってきます。うん、行ってらっしゃい。またパトカー。テレビで公言されたんじゃ警察も黙ってはいられないか。さて、嘘までついてパーティーをサボったんだ。僕なりに捜査を続けよう。ん？これは一応小林様のチケットもここに置いておきますので。ああ、僕の分のチケットか。探偵と警察の懇親パーティーなんて一体誰が言い出したんだろう。何何？会場は大桟橋に停泊中の大型クルーザーノーバパントラ。大型クルーザーとはね、さぞかしリッチな。クルーザー？会場が船だって？大変だ。早く行かないと彼女たちのところに。Thank you.